皆さんこんにちは。平成29年9月号の WebTV 阿蘇プラスです。朝晩はすっかり涼しくなってきましたね。ここ阿蘇市では9月に入り稲刈りも始まりました。もう少し季節が進むと草原にはススキが広がる秋ならではの風景が見られます。ぜひ秋の阿蘇にもお越しください。さて今回はそんなお出かけにもぴったりの10月1日日曜日に開催される阿蘇マルシェを特集します。なんと今回で20回目を迎える阿蘇マルシェ、農業、食、自然の3つの観点から阿蘇をアピールしようと始まったこのイベント、毎回回を重ねるごとに規模も大きくなり、たくさんのお客様にも来ていただいています。まずはこれまでの阿蘇マルシェを映像で振り返ってみましょう。平成24年の4月1日記念すべき第1回の阿蘇マルシェでは、採れたて野菜が並ぶ軽トラ市と維新の会が作るお弁当、また阿蘇自慢の特産品なども販売されました。第4回のマルシェでは、維新の会の朝ごはんが現在のプレート方式になりました。これまでの毎回工夫を凝らしたメニューと目の前で料理人が作る出来たての朝ごはんが評判となり、雨にもかかわらずスタート前から行列ができていました。月に一度はお外で朝ごはんがキャッチフレーズの阿蘇マルシェでしたが、平成24年7月に起きた九州北部豪雨のため、その年の8月以降は開催できませんでした。翌年の4月9日、阿蘇マルシェが復活。春の爆弾低気圧の影響で、まさかの強風と雪。それでもお客様に笑顔になってもらいたいと、急遽会場を近くの並行した小学校に移し開かれました。九州北部豪雨から1年が経った平成25年7月の第8回阿蘇マルシェ、テーマは復興感謝マルシェ。復興を願う七夕の短冊やイラストが会場を彩り、復興への感謝や願いを込めた赤牛の牛丼が振る舞われました。阿蘇マルシェは雨との戦いでもあります。これまでおよそ半分の回が雨の中の開催。会場を変更したりテントを張ったりと、雨にも負けず頑張ってきました。台風で中止になることもありましたが、お天気に恵まれた時には気球が大空を飛んだり、またスポーツとコラボした新しい形のマルシェも開催されるなど、阿蘇マルシェはパワーアップしてきました。平成28年4月の熊本地震、国道や鉄道が寸断され、農地にも地割れなどが起き、農業、観光業を中心に甚大な被害が出ました。熊本地震後初めて開かれた阿蘇マルシェ、これまでにいただいた様々な復興支援に恩返しがしたいと、たくさんのありがとうがあふれる阿蘇マルシェとなりました。維新の会の朝ごはんが200名に振る舞われ、加盟店舗の産休商品では赤字覚悟で語呂合わせの390円で特産品などが販売されました。マルシェを振り返ると、水害や地震、また阿蘇中岳の噴火など、ここ数年自然災害に苦しめられ、阿蘇マルシェは復興の歴史でもあったような気がします。そして20回目を迎える10月1日日曜日の阿蘇マルシェは、実りの秋大収穫祭新米祭りをテーマに開催します。維新の会の朝ごはんでは、お客様の目の前でかまどを使って新米を炊いたり、またお米ソムリエからの美味しいご飯の炊き方、野菜ソムリエからは旬の野菜や果物を教えてもらったりと、食欲の秋にふさわしい内容となっています。他にも牛乳朝の一杯プレゼントや、店舗でのお買い物でスタンプを集めて参加できる豪華景品が当たる毎回好評のスタンプラリーもあります。今年度の阿蘇マルシェは次回が最後となりますので、ぜひお越しください。
10月1日日曜日午前7時から阿蘇草原保全活動センター西側駐車場で開かれる阿蘇マルシェ、詳しくは阿蘇マルシェのホームページをご覧ください。さて、前回の WebTV 阿蘇プラスオンラインショップ阿蘇モのコーナーでは新米の販売予約をお伝えしましたが、現在は稲刈りも順調に進み順次発送しています。空気や水に恵まれた阿蘇の大自然の中で農家さんたちのさまざまな工夫やこだわりで生産された阿蘇の新米、ぜひご賞味ください。また阿蘇モのホームページでは続々と新商品も登場しています。お花からスイーツ、雑貨まで充実したラインナップです。中には阿蘇も初出店のお店もありますし、また期間限定でお得に購入できるセール商品などもありますので、まめに阿蘇もホームページをチェックしてくださいね。それでは9月号の WebTV 阿蘇プラス、これで失礼します。さようなら。